モーションポートレートとは正面から撮影された1枚の顔画像を3次元 CG 画像に変換することで様々な表情を持った顔のアニメーションの自動生成を実現する画像処理技術である。この処理はソフトウェアのみにより実現される。本技術では生成された3次元 CG 画像に対するマウスやタッチペン等の入力に合わせて顔を傾けさせたり、 目線や口を動かして、表情を変えるなどの3次元 CG 画像に対するインタラクティブな操作を実現している。また、本技術を適用できる画像は、人物写真に限らず、2次元のアニメキャラクター、動物、植物などといった幅広い対象に対し、適用可能となっている。そのため、本技術を利用しゲーム内のキャラクターの表情の生成が行われた事例もいくつか見られる。 本技術の根幹部分はソニー木原研究所において2005年頃に研究開発され2007年に事業化された。パナソニック社も類似の技術を有しており自社のマーケティング目的で使用したりしている。ただ、モーションポートレートという言葉は使用していない。モーションポートレート社はモーションポートレートを電子関連の商品を指定して商標登録している。 したがって、その指定商品以外の商品について、モーションポートレートを使用することは、第三者は可能であるが、パナソニック社とモーションポートレート社とは、事業領域が重なるため使用を置き換えていると、考えられる。PSP 版、春日にも顔写真を、3D 顔アニメにする、ソニー発の技術、IT メディアニュース。ありがとうございます。